Welcome, 皆さん to another Family Time How To Series video です。また今日はミット打ちドリルね、漢字ドリルじゃないミット打ちドリル。今度はミットを持ってる方の練習のドリルをやっていきたいと思います。はい、初めてキックボクシング始めた時にミットを持つ先生がいなかったので、ミット持ちは交代交代でやってました。Our Godfather。モーリー会長、The best, the very best は、いい練習テクニックを、ドリルを教えてくれました。左右を混ぜた蹴り、左と右の蹴りをランダムって言うんです。教え、ミットを持ってる人は分かんないの。蹴ってる方は左右どっちとも自由に蹴る、ドリルです。はい、で、ミット持ちはよーく見て、蹴りを受ける、ドリルです。これはちょっとやってみますね、okay. じゃあ僕はミット持ちで、直人君は蹴る方です。最初ゆっくりやっていきましょうね。そういうドリルです。で、これからちょっと具体的にいろいろバリエーションをやっていきたいと思います。はい。バリエーションナンバーワンは、蹴りを受けた後にパンチを返す。左をもらった時は右を返す。右の蹴りをもらったら左ストレート返す。左フックかストレートを出す。So, let's do it.は前から見たら分かると思いますけど、左の蹴りを振るとちょっとステップをこっちに入れて蹴りのパワーを取ります。左右の蹴りを振ると右にステップ、で右にステップするときは右の足をちょっと前に出してステップを入れた方がいいと思いますね。ただこうじゃなくて、これだったら後ろに下がってしまうので、ちょっとこうするとこっちのストレートが入るし、うん、蹴りの威力がなくなる、下がると余計にもらう。で、左はこのままでいいです。そう、ちょっとやってみますね。本当にこれなしでもその蹴り多分受けれる、うん、あのピロキ戦でよくやってましたね。クリップ見せますね。なんか横に動くとすごい、ね、本当に見た人は多分分かんないぐらい、うんうん、本当に小さいステップでいいので、僕はそのバリエーションが一番好きだと好きですね、うん、一番難しいので、あ、ね、難しいね。でそこからパンチも入れれる。そう、受けてパンチよりもここからパンチ入れる、でもそれはこれはただのドリルですね。蹴りを見える練習、見る練習、うん、どっちから来るのをね、自分でスパーリングの時もどっちから来るのを分かると、そう、ね、ミッドでやってると試合でもできるんで、そう、うん、皆さんもそれやってみてください。練習に入れる方はいろいろあります。僕たちは、最後の30秒3分インターバルでしょ、2分半コンビネーションやって最後の30秒ランダム蹴り、うん、そういう方法もあるし、最後の1ラウンドだけ3分ストレートランダム蹴りでできます。いろいろ方法があるので自分で考えて遊んでみてください。最初はゆっくりね、危ないから、危ないから最初はゆっくり、あって慣れてからフルスピードフルパワーでやっていきましょう。 Yes、Alright、皆さんこの動画見てくれてありがとうございました。もし好きだったらチャンネル登録してください。いいねボタン、シェアもしてください。 And we'll see you again soon. Bye bye.